はようございます。お元気ですか？今日はね、ちょっと久々に喋ろうかなと思います。最近ね、あんま喋らずに動画撮ってたんですけど、試しにね、まあ今日はちょっと喋ろうかなって。っていうのもあんまね、喋ると動画良くないのかもなと思って、あんまり僕が前面に出ない方がいいのかなって思ってね、まあちょっと喋らないバージョンを撮ってみるかと思ったんですけど、まあまあ今日はちょっと喋ろうかなって。で、この家庭菜園何気なく始めたんですけども、全然うまくいってんのかどうかわかんないですね。全然そのいまいち、もうちょっと育ってほしいんだけどなってところで、育ってきてはいるけどなあ、どうなんだろう。全然そのもう2ヶ月とまだいかなくても、2ヶ月近くか、もう2ヶ月かな、植えてる割には全然なんですよね。3ヶ月ぐらいで収穫できるって聞いた気がするんですけど、ちょっとノリで始めたんでね、いろいろ不備があったのかなって思ってますね。まあ、土作りとか、まあ、あとは種まきすぎ問題とか、さっきもちょっと間引きしたんですけど、結構もう密集して生えちゃってて、これが悪いのかなとか、あとはもうこのベランダの条件、日照時間がもしかして短いのかな、試行錯誤ですね。ほうれん草なかなか難しいですね。そんな、やっぱ土いたわらないとダメだったのかな。ちょっと水まこうと思います。よいしょ。まあでも最近は本当世の中も大変なんでね、この緑を見て皆さんもストレスをね減らしてください。本当にもう医療崩壊で参ります。どうなってんだ本当に。僕の方も私生活がバタバタしてるんで、そういう説明をそのうちするかもしれません。よいしょ。なかなかね、収穫を楽しみに育て出したんですけど、これはうまくいくのかってところですね。探り探りやってますね。ちょっとあと2ヶ月ぐらいしたら結構、いやーでも全然、僕がほうれん草、スーパーで見てるほうれん草にほど遠い感じですけどね。これも一つの経験だと思ったので、しばらくやってみます。じゃあ皆さんも元気で。